内海俊勝 Love and Peace 同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 NPO 法人地球環境共生ネットワーク通称 Unet、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾートホテル&スパコスタビスタ沖縄、交わって輝きの中に溶けて時を超えてゆく。セポヘト筋30年横浜の野毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌油源、スーパーレ髪油源、スーパー一筋30年横浜の野毛あぐら亭。あれ、oh, wow. 横浜野毛あぐら亭 .com で検索してください。登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、どうも、はい、1週間のご無沙汰、ご無沙汰でした。はい、内海さんとね、あったかくなったね。ね、今日は、うん、昨日寒かったですよ、夏だね。うん、昨日は冬、昨日冬でね冬金環食見た？ごめんなさい、見てない。夢の中で見た。俺も見てないテレビで見たんです。テレビで見ました。さて今日は、はい、ゲストやります。うん、はい、まあもう古いって言えば古いけどね。古いじゃないか。でもまあよく一緒にね、ライブもやってる仲間です。紹介します。加藤貴一。イェイ。どうも、はじめまして。はじめまして。こんにちは。こんにちは。うん、ではまず一曲目、聴いてもらいましょう。そうですね。まあ、サリーってバンドでやってたんですけど、ね、もうその昔、もう27、8年ぐらい前ですよね。あ、そうですね。はい。そのぐらい前になるんですか、ね、はい。多分聞き覚えのある方いっぱいいらっしゃると思う。おぉ。じゃあ、バイサリーで、バージンブルー。わお、6人。歌ってらっしゃる。はい。おお。リードボール。ギター。ギターも。ギターも。かっこいい。おお。20何年前なんですか。84年。84年。昭和59年だから俺がちょうど30 75年終わってるから、そう、30前後。一番俺がボロボロするやつ。人としてどうなってますか。そういう時代もあって今があるんですよ。こう言われちゃっと、なんだろう、答えようかな。うまくまとめちゃって。まだ JR じゃなかったですもんね。そうだよね、国鉄。国鉄だった。国鉄だったら、うん、中曽根総理って言われた。国鉄座るんだ。国鉄座る。結構古い。レコード大賞新人賞、はい、とかパス。その年、そうですね。すごい。何年間やってたんですか、バンド。2年間。2年で解散しちゃったんです。あ、そうなんですか。もったいない。でもその間にこんな色々作って活躍しちゃったんですか。活躍したことないですけど。いや、楽ですよ。
ダロンも3年もね、すごいけど。バンドは短いですよね、やっぱりね。そんなもんなんですかね。感じですね。あ、うん、あ、はい、はい、青春してるぜって感じの、ね、メール結構いつもこんなにたくさん来てます。今日は割と多いのかな、うん、あ、金さん効果でしょ、ね、はい、ね、ね、ね、いいじゃないと、ね、俺一緒にやってる、やってるもんね。そうですね。そうなんですよ、ね、うん、結構豪華ね、豪華なのね。いや、内海さんのギター入って、これやってるっていうのは僕にとってはもう本当に、だってか、ね、この当時だったらやっぱりキャロルとか、ね、はい、もちろん知ってましたし、憧れの、ね、でもリアルタイムじゃないよね。リアルタイムじゃないんですけど、あ、でも知ってる世代だよね。僕らはほら中学生ぐらいの時にほらギター始めたりすると、うん、まあ、キャロルとかやっぱコピーしやすかったので、うん、みんなやってましたから、ね、うん、まあ、一連内海さんのギターコピーしてましたよ、うん、でみんなね、俺のギターコピーして俺より上手くなっちゃった。トリモですね。ゆうさんにメール来てる、はい、ね、はい、素晴らしい、ロッキンホースバレリーナ。すごい、すごいお名前ですね。メッセージ、内海さん、エミさん、加藤喜一さん、こんにちは。こんにちは。初めてメールします。あ、初めまして。今日は加藤喜一さんがゲスト出演されるということで、かねてより、はい、大変楽しみにしていました。あら、うん、さて、内海さんと喜一さんといえば、格月で行われているセッションライブがございますが、残念なことに私は地方在住のため、まだ一度も行ったことがありません。YouTube では何回リピートしたか分かりません。だから見てくれてるんですね。うん、ね、お二人のセッションでしか聞くことができない、キースさんの横浜本気ポンクブルース。聞いてみたい。これを一度でいいから生で聞いてみた。そしてお二人の軽快なトーク、ライブ会場での同じ空気感を私もいつか味わってみたい。うん、ね、ね、ぜひぜひね、ね、あのマルディグラでね、確認ですね、大体、ね、そうですね、うん、やってますからね、うん、まあ、なんかの折にね、こっち来た折にタイミングが合えばね、そうですね。ところで内海さん、聞いた、お二人に質問があります。ほう、お互いの好きなところ、良いところ、認めるところ、逆にここは負けていないというところなどなど、歌やギタープレイだけに限らず、プライベートな人物像でももちろん OK です。ぜひ教えてください、ね、ではではでは、皆様お体にはくれぐれも。どうですか、何かありますか。ありがとうございます。ありますか。まあでも何ていうのかな、まあ音楽性とか、まあ僕は言うことなんだけど、俺は人が好きでやってる部分があって、だから音楽性は別にあんま関係ないわけじゃないよ。うん、もちろん全然違うものやられても俺はできないかもしれないけど。でも、まあまあまあ、趣味思考。僕もでも本当同感ですよ。ね、やっぱり、年齢差とかも、うん、もちろんあるけども、それをこう、凌駕する、こう、そうそう、人間性が、やっぱ、そうなの、楽器弾いてるとなんていうのかな、上手い人はいっぱいいますけど、上手い人とじゃ一緒にやって会うかどうかっていうのはまた別問題。また別問題。そうなの。だから4人さ、4人で何人でもいいけどさ、スタジオミュージシャンバリバリの集めて、なんかやるよって言ったってさ、結構つまんない。そう、結構つまんないですよね。それよく なんかこうみんなが人間関係でつながってる部分で、上手いやつもいる、下手なやつもいるっていう中で、サウンド作っていくと、やっぱりね、厚みがあるっていうか、その、バンドじゃなきゃ出ないものが出る。やっぱり認め合うからいいものができるんでしょうね。まあ、そういうのがあるだろうね。やっぱり所詮音楽って人がやってるから、所詮って言い方おかしいけどさ、だけどやっぱり人なんだよね。やっぱプレイになんかこう、そうそう、人柄とか出ますよね。うん、だよく俺例えるけど、ボブ・ディランがさ、いろんなミュージシャンをこう呼ぶじゃない。で、じゃあそのミュージシャンがボブ・ディランに対してどういうふうに弾いたらいいですかって聞くわけよ。そうすると、ボブ・ディラン必ず答えることは、僕は君のプレイが好きで呼んだんだから、好きにやってくれと。最高です。まあ逆にプレッシャーだけど。そう言われるとどうしようと思う部分もあるだろうけど、でもそういうもんだと思うのよ。だから、音楽はやっぱり、
人との関係だね、関係性が深いほど、やっぱり中身が濃くなってくることもあるからね。そうですよね。ということです。ね、だからお互いをリスペクトしてるってことです。よろしいでしょうか、その、ロッキンオーズバレリーナさん。ロッキンオーズバレリーナさん。バレリーナさん。ね、いいお答えでした。もう一つね、スカイ、ね。スカイさん。スカイさんね。はい。メッセージはじめましてと、内海さん、エミさん、こんにちは。あ、こんにちは。本日のゲスト、加藤岸さんの影響で、ほぼ毎週聞かせていただいて、ありがとうございます。岸のお考えで聞いてもらって。いいお方、ありがとうございます、岸さん。スカイさんもありがとうございます。これを機会にどうぞ、うん、本当だよね、お二人のトークほのぼのしていた大好きですと、それに幅広い選曲もまあ興味深い、まあ説得がね、ありがとうございます、いやいやいや、うん、さて本日のゲストの加藤岸さんと清水さんのライブには何回か行かせていただいてますと、あら、ね、ってことは、ま、あのマルディグラに来ていただいたので、内海さんとのセッションの時の岸さんはいつもよりさらにパワフルで聴いている私たちも楽しい気分倍増です、ね、うん、内海さんのギターは本当に素晴らしく毎回感激しても本当にありがとうございます、うん、それに内海さんの少し天然なトークも、ね、まあ、わかりますよ、ね、うん、みんなにそう言われるんですけど ね楽しいです、これからもライブを続けてくださいね、うん、今後も期待していますね、またメールお待ちしております、今日岸に来てもらいまして、うん、で、まあ、マネージャーの方にも来てます、ちょっと自己紹介をしてください、僕ですか、まあ、お二人でどうぞ、いやせっかくが来たじゃんシーってやってますか紹介してください、ね、あの、うん、長年あのいろいろあの講師ともにお世話になって、ね、お顔見せてくれないんですよ、隠れちゃってて、ね、今日もう2人来てもらったね、うん、後で記念撮影しましょう、うん、そうだね、はい、じゃあここであれだね、あの2人でやってるあのマルティグラっていうところでよくライブを隔月で、さっきもねあの、メッセージいただいたんだけど、そこでやってるライブ、あの、撮ってくれるって。去年の、あの、テイクなんですけど、ボブ・ディランの、あの、風に吹かれてっていうのを、あの、好きで、それで、あの、ディランの詩をそのまんま直訳した、日本語にしたんですよ、僕が。で、それを、あの、おかけしたいと、思いますが。じゃあ、一つ、紹介します。加藤貴一&内海俊勝で、ボブ・ディランのカバー、風に吹かれて。知らずにさ、あのコテツっていうハーブ、その紹介で知り合った。そうなんですか。コテツちゃんと内海さんがやってるライブに行ったんですよ。で、僕もコテツでやってたんですけど、内海さんに言おうっていう話聞いてたんで。
こは英語なんですか。そこちゃんとこうやって縛ってる人。いや違う、三村に似てるやつよ。似てる。お笑いの。ああ、そうなんだ。わかるに。あいつに怒るからさ。でもどっから来ても三村しか見えなかったの。体型がまず似てる。あ、それで体型で。なるほど。あいつこの間の時また太ってたもん、ね。あ、あったんですか。これ死ぬ前からだった。あ、去年去年でした。これ去年。これいつのですか。これ去年の6月。おお。声変わんないですね、さっきの。声変わんないよね、声は。二十何年経てて、うん、酒でボロボロになったのに。若い声が。また違う味になってる。はい、あ、今電話つながった。あ、ありがとうございます。はい、どうもすいません。はい、ね、いいですね、ライブ感たっぷり。自由が丘のマルディーっていうところでやるんですけどね、やったんですけどね、うん、じゃあちょっと告知も含めてちょっとお話を、はい、お話を、うん、はい、内海さんと隔月でその、ま、自由が丘のマルディグラっていうお店でやってるんですけど、はい、次回は6月の13日ですね、水曜日、よろしかったら、その他にも一人でやってるのがのソロで、全く僕のソロで6月2日に虎ノ門の、草枕っていうコーヒー屋さんですね、喫茶店なんです。これ素敵ですよね。これキイチさんお書きになったんですって、うん、ね、あ、その、うん、フライヤーなんですけど、毎月半紙にスミスってじゃ書いてるんです。すごい達筆、ね、いえいえ、うん、パソコンで作るの大変だから、ね、書いちゃった方が早いって。いや、そうですか。うん、それでまあ、こうやって音楽をさ続けてるわけなんで、まあ、ひじもいろんな過去っていうか、いろんな苦労っていうか、まあ、病気もね、あって、まあまあ、それからなんか違った感じっていうか、もうひらめいたこともあるということで、そうですね、まあ、病気して、それまではやっぱりまあこう苦悩してたというか、まあ、自暴自棄になってアルコール依存みたいになってて、それまであんまり飲んでなかったの。そういや、もう飲んでました。あ、そうなんだ。もうサリーの時代から、サリーの時代から、もう、まあそうだよね、みんなも飲むだろうし、ね、風邪ひいても薬は酒で飲んでるみたいな感じで、本当に酒で消毒してるつもりで、で重症急性膵炎ですか。はい、それでまあそれはアルコールで、まあそうなっちゃったんですけど、それで病院運ばれて、ちょっともうやばいっていう、死んじゃうぞみたいなところまで行ったんですけど、まあ、それで入院して、まあ、どのぐらい入院したんですか。38日間。あ、結構長いですね。で、まあ、そこで、まあ、入院してる時に、やっぱりその何をすべきかってことを考えて、やっぱり真剣に音楽をやるしかないんだ、うん、それで医者にも、もうあんたはもう奇跡的に助かったんだから、もう好きなように自分のやりたいことやって生きていきなさいって言われたんだ、なるほどね、で、きっとこういう達筆な、悟ったような字ですよ、そうそうそう、ね、やっぱりね、なんか乗り越えた部分があるよね。そうですね、病気したおかげで、でもね、その後、こうやって内海さんとも知り合うこともできたし。ね、病後ですか。病後ですか。でもね、やっぱり、ネガティブじゃなくて、ポジティブに考えればさ、ね、いろんなことを、経験したと思えば、それがプラスになってる、くるとは思うけどね。生かされてる自分を感じます？感じますね。いいこと言うね。さすが僕と一緒にやってる人だけのこと。そうですね。うん。内海さんのおかげでもありますよ、ね。もう皆さん神様のような。おがんちゃんはもう本当に。でもね、本当に少し、ちょっとした、まあ、前も言ったけど幸せをさ、感じ取れるようなね、生き方をしていきたいなとは、俺も思うよ、ね。そうですよね。ってことで、いろいろメールも来てますんで、ちょっと読ませていただきます。はい。うん、はい、
北郎くんですね。北郎ちゃん、内海さん、えみさん、こんにちは。こんにちは。天気が変ですねと、うん、暑いと思ったら急に寒くなって、雨だったりと、うん、なんといっても火曜日仕事先に、ね、畑の畑仕事、うん、あ、そうそう、この人あの農業やってるからですね。あ、そうか、先に進まないのが残念ですね。そうそう、早くネギを植えなきゃあなたのもらったネギ美味しかったみたいなそうだ、5月21日の日食は見られましたかとね。私は感動しちゃったな、うまく言えないけど、いいものを見たって、ね、あ、よかったですね、うん、朝から一人道の端っこで座って見てたの、うん、あ、そうだったんですね。私はお金も社会的チームを大してないんだそんなことはない、この人はあの日本の食料事情を支えてるんだからね、農業やってさ、自分にご褒美いいギターを、で 俺にも、俺のうちの家計も支えてるんだよ。だからあのジャガイモ送ってくれたりしてくれて、そうなんですね、そうなんです、それでカレー食ってね、あれですから。しかし時間はあるんですね時間はあるんです、ね、本当に幸せを感じた一日でした、ね、ああ、よかったです。ちくろさん、ちくろさん、ちくろさん読んでくれ、ちょっと待ってくださいね、ちくろさんどこ行っちゃったか、はい、ちくろさんリクエストずっか、ごめんなさい。こんにちは、皆様、ちくろデラックスでございます、うんうん、先々週の放送日からおお、生姜紅茶飲んでおります。やってますか。体重1キロ減りました。おめでとうございます。間違いかもしれませんが、嬉しくて。内海さん、ありがとうございました。続けなければ意味がないと思います。うん、柴さん、先週は詳しくありがとうございました。とてもわかりやすかったです、うんうん。ボディシャンプーがあったら購入しようと思ってます。うん、最近目が疲れて困ってます。しかめっ面になってるのかな、とうとう眉間にシワが取れなくなってしまいました。目に良い EM 商品ありませんか。また来週柴さん来るから聞いてみましょう。ね、ありがとうございます。はい。はい、うん、ブラッキー改めマストさんね。あの、神戸の時によく来てくれた方なんですけどね。はい、先週の放送でメールを読んでいただきありがとうございました。ああ、よこちら。放送を聞きながら、うん、喜んでいると、神さんから、なんで本名じゃないのと、うん、まあ、あの、ブラッキーとかね、ペンネーム出してるから、ラジオネームなんかつけちゃってさ、と言われました。聞いてくれてたのかな。まあ、考えてみればその通りだと思いましたんで、これから本名でメールさせてください。そうなんですね。珍しいお方です。うん、さて、この人も生姜紅茶始めました。隠れ肥満。特に内臓脂肪が多いから、要注意と医者から忠告されたのに、とにかく始めてみました。最初の 2,3 日は生姜を吸って紅茶に入れてましたが、先日立ち寄ったスーパーでその名もズバリ生姜紅茶なるティーバッグを発見、早速買って 4,5 杯飲んでますと、同時に歩くことや運動も行えるようになりました、うん、そうですね、3ヶ月後の変化が楽しみです、うん、まあね、でもおすすめはね、できれば生生姜を吸っていただいた方が効果は、ね、新鮮な生姜の方がいいかもしれないですね。ブスカちゃん、ブスカちゃん、こんにちは。この間リクエストに答えて番組かけたからねあのでも、はい、ブスカちゃんの言ったバージョンとは違うけどね、うん、ちょっと ね、うん、イントロに聞こえてきて鳥肌が立ちました、おー、よかった、ね、バングラデシュもいつかかけてね、だってさて、先々週リクエストが届かなかったのですね、受け付けましたのメッセージか、うん、確認したのですが、うん、ああ、そうだったんですね。ちなみにその時書いたリクエストはゴールデスランバー、うんうん、あのビートだったの、うん、うんうん、ゴールデンウィークに1回だけだったんだそうだったんですね金曜に金華日食の話で始まるんでしょうけども、うん、うっちゃんは起きられたのかなと。ダメだったそうです、ね、俺は寝てたね、うん、オイラはいつもと同じ時間に会社へ出かけ、うん、真っ最中でしたところね、地下鉄にいたなくて真っ最中だったね。まあその前後で雰囲気は味わいましたと、うん、よかった、うん、ね、雪がかかってたのか、うん、雲か、うん、明暗を分けたみたいですが、いっそのことどこぞの山頂で見てた方が良かったかなと、うん、あ、そうです ね、都内最高峰雲取山って言うんですかね、良、うん、かったんだろうなと言ったんですよね。でしょうね、この人は百名山を制覇 してますから、ね、うん、これからまだ登るあれですから、うん、行ってください ね、うん、まっちゃ ん、この間クロコダイル、ね、ライブやって来てくれてありがとうございます。はい、こんにちは、うん、ね、久しぶりの春江さんの歌声に、内海さんのギター、ミミさんのパーカッション、ピアノで、初夏の夜を過ごしました。ああ、よかったです。うん、来週末にも3人のコラボが聞けると思うと今から楽しみですとね、はい、でいよいよ最新、まあ、私のデビュー40周年のバースデーライブをやりますから、まあ、ご予約のお待ちしてますと。私が言ってもしょうがないですけどね、6月2日ですはい、みんなでお祝いしましょう、ね、でジョニー大口、ジョニー大口さんジョニー大口雄之介さんリクエスト LA グランジ by ZZ トップ、まあ、ね、もうこれで ZZ トップの話したかな。あ、そうですね、チームさん、いつも楽しいライブありがとうございますと、うん、番組 もなかなか毎週聞けないので、この前は空気を読めずにリクエストしてしまいます。全然平気だよ、うんうん、ね、だいたい俺が空気読まない時もあるから、ね、今回は OK ですかねということで、うん、ね、今日はね、キースちゃんに来てもらいましたので、ね、あの、で最後に、ね、最後というか、まあ、あれですけども、はい、あの、一緒にやってる曲でもあるんですよ、この曲は。そうなんですか。僕も大好きな曲で、じゃあ
ね、ノラ・ジョーンズ、ええ、ね、じゃあ聞いてください。内海さんともカバーでやらせてもらってますけど、それは今日はノラ・ジョーンズのオリジナルで、ね、ですね、はい、ノラ・ジョーンズの大好きなナンバーで Don't Know Why、 はい、カットでお願いします。はい、はい、でも最後にちょっと紹介した方がいいんじゃないですか。もちろん今日はじゃあ薄く音を薄く最後に紹介しますので、うん、適当に振ってくれれば音にかぶせて、はい、うん、お願いします。はい、あっという間ですよ。あっという間ですね。すいません、もう3度あったっていうので撮影したいんですが、後でいいですか。はい、すいません。結構割と今聞くと割とゆったりしてる。そう、元はそうですね、うん、誰がどっちが歌ったんですか。俺も英語の歌はあんまり歌ってそんなことない。未だに高校時代に覚えた歌を歌ってんだから別に英語が嫌だったわけじゃないんだけど、いまいち気持ちが入っていかないっていうのは、あ、生活感がないっていうか内容を理解、まあ、ある程度分かってやってるつもりなんだけどさ、それでもやっぱり日本語がなんかこう歌ってるっていう実感は出てくる。難しいでしょうね。まあ、そう、まあ、あんまり関係ないっていう人の方が多いじゃないですか。まあ、外人もだって日本人が英語で歌ったって歌詞なんか聞いてないやつ結構多いじゃん。音楽は雰囲気でとか、英語で言うから、最初はそうだよね。一番近いライブがいつでした？6月の2日ですか。あ、重なっちゃうんですね。ちょっとね。あ、はい、わかりました。はい、はい、お願いします。2分ぐらい話します、うん、じゃあ音かぶせながら2分ぐらい話します。はい、はい、うん、今日は、うん、あのね、加藤喜一君、加藤喜一さん、はい、ありがとうございます。はい、あのずっとねやっぱやり続けてるんですよ、俺と一緒でね、だからやり続けることっていうのはさ、ただ単にやり続けるだけでもいいんだけども、いろんなことってそこに起きてくるじゃない、いろんな自分にとっても、いろんな出来事がさ続けるのはね、うん、それでこうなんていうの、やめちゃう人もいるし、中にはね、だけどそれをやっていくっていうのは、やっぱりなんかね、どっか使命があるのよ、うんうん、そんな気がしてならないんだよね、うん、ですね。でもね、歌ってあの、まあ、一番、うん、今は、うん、まあ、その病気のせいもありますけど、うん、なんか迷いなくこう、うん、こうプレイできるか歌えるっていう、特に内海さんとやってる時は、内海さんがまあこういうね、天然でもあり、僕あのライブやる時結構サポートするんですよ、内海さんも。それがまたでもね、やり取りが、やり取りが、これがだからさっきも話したけど、人としてのつながりでさ、自然に入っていけるっていうところがやっぱりあったんだよ、最初に会った時からね、だからそれがやっぱりずっと やっていけるね、秘訣だと思いますよ。だからこれはあのどんなミュージシャンにも共通してあると思うんだよ、うん、だから大抵のミュージシャンやり続けてる人ってのはみんな同じ意見だよね、そうかもしれないですね、うん、だからあのそういうのをね大事にしてね、これからもやっていければとね、今後ともよろしくお願いいたします、ね、お二人ともいい味出てます ね、なんかこれからも昆布のように噛めば噛むほどそうそうそういい味が出るように、ね、エミさんもライブぜひいらしてください、ね、はい、今度遊びに来てもらって、そうですね、楽しみにしていきますということで、今日はゲストに加藤喜一さんでした。はい、どうもありがとうございました。また来てください。ありがとうございました。セポヘイト筋30年横浜のげあぐらてい